砲塔45口径 40cm カノンは、大日本帝国陸軍が保有していた、砲塔形式のカノン法である。1922年、ワシントン海軍軍縮条約の実施により、条約締結国は、主力艦の保有数を制限することとなり、これに伴って、日本でも多数の戦艦、巡洋戦艦等が、廃艦や、建造中止、または、 た艦首へ転用となった配艦となる主力艦や88艦隊計画で建造中だった戦艦化が土佐巡洋戦艦天木赤城の手法については撤去陸揚げ後に全てを補完するのは不可能であり大部分は廃棄とせざるを得ない状況にあった一方同時期の日本陸軍は明治県軍以来の旧式化していた 海岸要塞砲を更新し、力を増大するため、新型の大口径カノン砲を、呉海軍交渉に発注していた。このような状況下で、廃棄の運命にある海軍の官報を転用することで、経済的に陸軍の海岸要塞砲の更新を実現できることから、陸海軍間で協議が行われ、陸軍は、新型大口径カノン砲の製造を取りやめ、利用可能な官報を、 海軍から移管することとなった。この計画の一環として、戦艦とさの1、2番砲と、巡洋戦艦赤城の1、4、5番砲も、陸軍への移管対象として選定され、下表のように要塞に設置された。陸軍での名称は、砲塔45口径40センチメートルノンと、定められた。陸軍への移管に際しては、海軍も、好意的な対応を取り計らい、 法一門につき砲弾100発を添えて陸軍へ想定され、改造や据え付け工事についても、海軍交渉による協力がなされた。改修設置については、改修内容を、なるべく最小限に留めて、艦砲と同様な形で設置することとされ、弾薬庫についても、艦砲と同様に地下の砲塔基部の周囲に設けられた。また、海軍の砲塔砲は、 搭載艦の動力源による水圧駆動で不良、旋回動作を行い、電力圧縮空気も艦内から供給されていたことから要載法としての設置にあたり、これらの動力源を確保するため砲塔の地下に動力室を設け、内燃機関で駆動する水圧ポンプや発電機、空気圧縮機を設置した。一号法の例では、 水圧動力源として75馬力ディーゼルエンジンと60馬力水圧ポンプ3組、電力、空気源として32馬力ガソリンエンジンと3 7キロワット発電機プラス150気圧空気、圧縮機1組及び8馬力ガソリンエンジンと3 7キロワット発電機プラス85気圧空気、圧縮機1組が、砲塔地下の動力室に備えられた。砲塔の走行は、 全面 305mm、側面、後面190から 230mm、天外127から 152mm であった。観測具として、電気誘導式の88式海岸射撃具が設置され、砲塔と主観測所、分観測所は、三定具に、電気的に接続された。豊か砲台砲塔基部。ありがとうございます。